どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、至って真面目な企画。今、インスタグラムで、リーガルとかクロケット&ジョーンズ、人によっては興味があるであろう、ロレックスやオメガなどの、偽物を送ってくる。コピーというかもうなんかもう別物を送ってくるっていう、詐欺が、ものすごい横行してるんですよ。で、それにですね、私の動画にいつもコメントをくださるテンプソン騎士団の一員、リーガルマニアのマサケイさんが、ちょっとね、詐欺に引っかかってしまったということがありまして、今回、マサケイさんをお呼びいたしまして、その一連の流れについてね、お話ししていただこうと思います。ということで、マサケイさんをどうぞ。マサケイです。やられてしまいました。いやね。テンプソン騎士団の限定ラインで、はい。ね、送ってくれたリンク、とてもお安く買えるという、そういう広告の、ね、はい、リンクを送ってくださったマサケイさんなんですけれども、いやとんでもない被害に遭ってしまったということで。はい。遭ってしまいました。マサケイです。いやね、どんなことがあったのか、ちょっと、これから、被害者の一人として、皆様に警告と、含めいろいろ体験談を話していただこうと思うんですけど。はい。いや、今回、痛い目に遭ってしまったマサケイです。まあ、インスタグラムの広告っていうところから、ビーガンの 01DR が1万円前半で買えるみたいな、まあ、もともと怪しいんですが。閉店するみたいな、そういう文言が書いてあって。そうなんです。閉店するから、在庫を安く売ります。うん。ホームページは、リーガル旗艦店、いかにも、どっかの、お店が閉店するみたいな、感じでした。そうで、そういう、リーガル以外にも結構、クロケット&ジョーンズの、キャベンディッシュっていうローファー、はい。私も後で気がついたんですけど、はい、いろんな靴とか、同じような形式でやってますね。そう、結構、ピカピカさんに、ぶっ飛ばすぞ、お前。もうこの話したんですけど、はい。そんなの結構、出てくるよって言ったんで、相当な人数に、やっぱその広告として出されてるみたいなんですよね。いやー、やられてしまいました。まんまと。まんまと。今回、そう、マサケイさんが引っかかったのは、はい、微妙にいい金額だったんですよね。そこなんですよね。ね。怪しいんだか怪しくないんだかみたいなところで。そう。定価は4万弱。うん、でも、安売り店では2万円台後半ぐらいで買えたりするので、まあ、アウトレットとかでもそのくらいですよね。そうですね。ですので、まあ、1万円台はあるのかなと思って、やってしまいましたと。そのサイトには発送元は書いてなかったんですよね。ああ、リーガルの場合は、リーガルの旗艦店だから国内から在庫品を発送するっていう感じだったんで、中国から来るとは思わなかったですね。ああ、もうそもそもそういうあれじゃなかったんですね。買ったのは、リーガルの 01DRCD っていう、約4万円弱ぐらいのアノネイカーフのストレートチップの靴を、買ったんですね。前に持ってた 03DRCD とか、マサケイさんの磨かせてもらった 02DRCD。そうですね。それのシリーズのもの。結構あれ、通常ラインなんですかね、一応。そうですね。の高級品。通常の中の上級品みたいな。そうですね。リーガルが好きな人ならみんな01、02、03は持って、欲しいと思うんですよね。最初、リーガルが、しか知らなかった頃とか。はい。一目惚れした靴ですもん。DR シリーズは。そうですね。シェットランドフォックスに負けないぐらい、かっこいいですからね。そうですよね。ヤハズコバで。ソールのね、刻印とかね、筆記体で。革は、あのネイ。あのネイで、あと、ベベルドウエスト。キュッと絞った、はい、自分が、02と03は持っているのに、はいはいはい、01を持っていなかったんですよ。ああ、そうですね。これでいい機会だと。そうなんです。
中古でもいいけど、これでもしアウトレット品でもいいから01が手に入ったらラッキーかなって思ったところが今回の騙されたゲームですね。一番で値段もリーガルって安いので、まあこのぐらいの割引はあんのかなと思っちゃったんですよね。ちなみに金額はいくらで購入ボタンを押されたんでしたっけ？12,500円だと。送料別かなんかで、はい、はははは。まあなんか微妙なラインですよね。そうですね。これ絶対コピー品だろうとか、ええ、そうはならない金額ですよね。どうなんだろう、これちょっと履き地は入っちゃってるけど新古品とか。そうですね、傷入っちゃってるけどとかいうのが来るのかなとか勝手に想像しちゃいました。で、それでポチった時はやっぱ住所とか全部入れたんですもんね。入れましたね、住所、名前、電話番号、あとアドレスですよね。注文すると注文を受け付けましたってメールは返ってくるんですけど、あ、それ、ね、商品名は入ってなかったんですよ。おお、普通ね、楽天アマゾンとかで買うと来ますもんね、はい、全部。そうなんです。明細書っていうか。はい、受け付けましたしか来なかったんですよね。おお、まあ、おかしいですよね。うん、ちょっと怪しいかなと思って、はい、3週間ぐらい何の音沙汰もなかったので、あ、これはただの愉快犯かなぐらいに思っていて、住所とか持ってかれちゃったかなって思っていたら、はい、何か送られてきたわけですよね。あ、これは来たと思って代引きでその12,500円プラス送料を払うわけですよね。ちなみに運送会社は佐川急便だったと思います。佐川、ね、不在で1回帰っちゃったんで2回目は。そうだ、そうだったんですよ、仕事でいなかったので、はいはいはい、もう1回再配達をお願いしたので、はい、まあ佐川の人が、いる時に来て、箱を受け取って、なんかもう受け取った時になんかちょっとリーガルの箱にしちゃちょっと小さいし、01というか02とか03も持ってるんですけど、それにしてはちょっと軽いかな、ちょっと軽いかなっていうふうに思ったんですけど、うん、まあちょっと佐賀さんにも悪いしと思って、そこでお金払っちゃったんですよね。はい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 、代引きで。代引きで、まあそこで怪しいと思ったら皆さん払っちゃいけないんですけど、受け取りませんっていう選択肢も確かあったと思うんですよね。まあできますんで、代引きだったらできますよね、はい、なのでそれをしないで受け取りました。ちなみにそれ貼ってある、なんか例えば、はい、普通に書いてあるじゃないですか、なんかどこそこからお店の名前が書いてあって商品名とかあるじゃないですか。商品名は書いてなくて、お店もなんかアルファベットのところで、住所は東京都大田区でしたね、はいはいはい、なんか倉庫から直接送られてきたみたいな感じです。グレーのビニール張りなので、これはちょっと変だなみたいな感じはありますね。そう、アマゾンとかで中華製のものを買うと、まさにそのグレーの透かしがないようなああいうビニールに入ってる、ね、中が見えない怪しいビニールでなんか包装されたものが届きましたね。しかも中華製かなって思っちゃいますね、はい、あれですよね、リーガルの箱って別に大きくはないじゃないですか、特に逆に。そうなんです、別に普通じゃないですか、はい、私もリーガル好きで なんか20足ぐらい持ってるんで、リーガルの箱の大きさっていうのは普通にわかるし、はい、で重さもわかります、はい、そう、重さわかるっていうのはすごいんですけど、まあ、マニアなんです。そうですね、リーガルマニアっていう称号をお持ちの。はい、騎士団リーガルマニアでございます。肩書きがリーガルマニアなんで。箱の大きさはまあでもリーガルって普通の、普通、ごく普通なんですよね。はい、ね、うちにもまあいくつかありますけど、別のメーカーと比べても。そうですね、男性用の靴はでも大体一緒ですね、女性用の靴は小さいですけど箱が。あ、そっか、レディースはそうかもしれないですね。男性用はほぼほぼみんな同じ大きさですね。相当ケチってるってことですね。箱がちっちゃいってことは。そうですね、一回りぐらいちょっとちっちゃいかなみたいな感じを受けますね。はい、受けましたね。受け、手に取った瞬間ちょっと軽いかな、
みたいな。グッドイヤーのあの重みがないと。そうですね。01DR は、そうですね、グッドイヤーの革底なので、他の、安いやつに比べてちょっと重みありますので、はい、あれちょっと軽いかな、箱もちょっとちっちゃいかな、みたいなイメージはありましたね。開けてみました。はい。リーカルの箱って赤いんですよね。もしくは黄色いんですよね。はい。はい、DRCD シリーズは赤ですよね。はい。中からは真っ黒い、無地の真っ黒い箱が出てきました。おお。まだそこで、ちょっと小さい希望で、もしかしたら中に01DR が入っているのかな、ストレートチップの 01DR が入っているのかなと思って、はい、その中を開けてみました。はい。まあそうですね、まだ黒い箱しかなかったのかもしれないですもんね。在庫処分で。そうですね。そうですね。で、中を開けたら、白い、なんか、包装紙に入った黒い靴がストレートチップみたいなのが見えて、はい、んと思ったんですけど、はい、中から出してみました。いや、思いっきりストレートチップ以外は何も 01DR じゃありませんでしたね。まず靴底が革ではなくてラバーソールっていうんですか、まあ、写真見せてもらいましたけど、はい、何ですかね、のっぺりとしたやつ。のっぺりとしたやつ。大きさは一応注文した 24.5 でした。そこはちゃんとやってくれですね。どこにもリーガルの R もリの字もない、なんかよくわからないノーブランドの変な安い、あれは何でしょう、エナベルなんでしょうか、合成比較なんでしょうか、そういったストレートチップが出てきました。あ、まあ、写真で見た限りもう、今のこの合皮の技術では考えられないくらい粗悪な合皮。そうですね。もう要は、ストレートチップで 24.5 っていう以外は、もう完全なもう粗悪品が送られてきたので、これはやられた詐欺だっていうことになりました。ちなみに色は？色は注文通り黒でした。あ、色も合ってます。24.5 の黒いストレートチップと。はい、そうです。そこは合ってます。正直こんな靴履くかよって思いますよね。まあ写真で見た感じ、はい、とてもダサい。そうですね、 01DR を履こうと思う人が、欲しいっていう人がとてもとても妥協のだの字もできないような安物の粗悪品が中国から送られてきた。なんか中国って箱の隅っこに書いてあったんですよね。あ、書いてあったんですか。書いてあったんです。あら、黒い箱の隅っこの方に怪しい中国の漢字で、なんか、あ、これは中華製だみたいな。で、あとはビニール見て、あ、これは中国から航空便かなんかで送ってきて、いや、でも大田区からだから、そういう送ってきた粗悪品をなんか詐欺集団の倉庫から送ってきたのかなと思いましたね。皆さん気をつけてくださいよ。もう私のような恥ずかしい、悔しい思いをしてはいけません。まあ、そう、まあ、そのためには、もう買ってしまったらしょうがないんで、代引きで受け取らないことですね。そうですね。でも、もう一回あがいてみて、返品っていうアドレスが書いてあったので、返品のアドレスに、メールを出してみました。ほう。期待を裏切らず、このアドレスには送れません。という返事が返ってきました。もう明らかな詐欺ですね。やばいですよね。もう本当に。本物ですよね。本物です。本物完全に。なんか、なんていうんですかね。コピー品とかだったらまだしも。そうなんです。コピー品とかだったら、前に紹介してた、どっかの違う国のリーガルって書いた靴もあるんですけど、今回は、もうリーガルもクムガンですね。クムガンはもうリーガルって書いてあるんですけど、あれが高級品に見えるぐらい、粗悪品です。そう、写真で見る限りも、クムガンの方がずっといい。クムガンならまだ悔しいけど、まだ履いてみようかなっていう気になるけど、今回は
なんかとにかく履く気にもならなかったですね。もうどうしようこれとか言って1万円以上払ったけど捨てようかなってそんな感じですか。1万円、1万円を捨てるのはちょっときついですもんね。でも履く気にならないくらい粗悪品ですから。いやー、まあ、今回こういうことがあったので、まあ、私の教訓をやはりこうウィリアム・テンプソンさんに皆さんに騙されないようにということで皆さんに周知していただきたかったんですよね。いやー、ほんと最近横行してるみたいですから。そうですね、リーガルだけじゃないみたいですね。後で調べたら他のもっと上のクラスのブランドの靴も全く同じ手口でなんか出してるみたいですね。そうみたいなんですよね。靴もそうですし、なんか東急百貨店閉店しましたっていう文言が書かれて、なんか東急が、はい、潰れたっていうことでみんなで頭下げてる写真があったんですよ。60年間ありがとうございましたみたいな書いてあって、本当にひどいですね。かなり手口が上手くなってきてるというか。すごいですね。もうとにかく値段とあと代引き、東急が代引きでやるわけないですものね。在庫処分したとしても代引きはって感じですよね。そうですね、代引きはやっぱりクレジットカードで決済できないところが代引きを使うみたいですもんね。だから代引きっていうのはやっぱり怪しいですね。あとは予想以上に値段が安いっていうところはやっぱり買っちゃいけないですね。でもなんか そのなんていうんですかね、それクロケットもちょっとギリどうなのラインですけど、東急のは時計だったんですよ。時計もやってるんですか。やってるみたいで、でそれがまあコピー品でおなじみのロレックスオメガくらいかな、一応だったんですけど、ありえない値段なんですよね。在庫処分だとしてもおかしい、中古品でもこんな安くなんないだろうっていう金額なんですよ。逆にそれは騙されないですよね。そうじゃないですか、はい、リーガルのこの4万から1万円っていうのがなんかそう1万2500円っていうところが怪しかったですね。なんかちょっとやられちゃいました、なんだろうな、中途半端なとこ攻めてくるなっていう。そうですね、あと少しでも持ってない 01DR を安く買いたいなと思った下心とこううまくこうマッチして騙されちゃったんですね。写真はどんなの使えたんですか。写真は今、考えると楽天の画像をそのまま使ってましたね。楽天の 01DRCD の画像をそのまま流用して、まるで、自分の店で売っている 01DR かのように紹介してましたね。それが例えばアマゾンとかだったらアマゾンも中継して返品ができることがあるんですけど。そうですよね、はい、詐欺サイトと直接なんで。そうですね、私も思ったんですけど、直接どこかのお店のウェブサイトにつながって代引きっていうのが一番引っかかっちゃいけないパターンなんでしょうね。そうですね、一番引っかかっちゃダメですね。電話番号よく考えたら出てませんでしたからね。あ、そうだったんですか。そうですね、本当ならそのお店に電話をしてまだありますかみたいに聞いてみるっていうこともできるんでしょうけど、よく考えたら電話番号は書いてなかったですね。でメールもなんかちょっとちらっと見たとき変なアドレスでしたよね。そうですね、やっぱり人間こう欲で目が曇るとそういうところにこう警戒のアンテナがちゃんと貼れなくなるんですね。ああ盲点が。今回はもう勉強したということで、私はここでみんなに紹介してもらえれば、もうそれで払ったお金は諦めようと思ってます。まあそもそも返品できないですもんね。そうですね、なんだっけ、騙された時に電話するところ、消費者なんとかなんですよね、はい、なんだっけ。でも多分かけても返ってこないだろうし、結構その労力を考えたらまあこのぐらいだったら勉強代かなっていう感じですね。でも多分その
後で調べた時に出てきたニュース、あ、調べたらニュース出てきましたね。はい、あそこになコップとかあったじゃないですか。そうですね、なんかキリコなんとかっていう、そうです、あの郷土品みたいなやつがものすごい安く売ってて、はい、っていう、送ってきたのは似ても似つかない偽物が送られてくるケースがあるから気をつけましょうってニュースがありましたね。はい、だから相当出回ってると思うんですよ、もうそういうことが。でさらに大田区のその住所を全部調べると、この住所の評価みたいなのがあるんですよね。あ、出るんですね。そうなんですよ。あれですね、ウィリアム・テンプソンさんに、一応送られてきたところの住所なんか事前に言ったら、その住所をちょっと調べてもらったんですよね。そうなんですよ。見たらこっからはとんでもない粗悪品が送られてくると。で、代引きで買ってない、クレジットで買ってるのに代引きで送られてくると。で、しかも佐川から送られてくると。で、佐川の人に連絡したら、はい、まるで慣れたような言い方だったと。ああ、そこね、みたいな感じの。有名なんですね、その住所から送られてくる商品が怪しいものっていうのは、佐川でも知ってるんですね。まあでも実際そうじゃないですか、その、いや、代引きで買ってないんでって言って、なんていうんですかね、送り返しちゃうから、佐川にとってそれってめんどくさいじゃないですか。なるほど。あそこで私は、いらないっていう選択肢で佐川にまたかって思わせればよかったのかもしれないですね。それもありかもしれなかったんですけどね。まあまあまあ、さっき言ってたように勉強代と捉えるのもわかんないですけど。まあ、今回こう動画にできるということで、まあ、皆さんに注意喚起できると思えばいいのかなって思いましょう。まあそうですね。そのお金が犯罪に使われてなければいいですけど。いや、もうそのお金が少しでも入ってくる金額が10人でも20人でもいくと、多分何十万っていうお金が向こうに入らなくなると思うんで。まあ、ね、そっか、そうですね、正圭さんの1万円を取るか、うん、正圭さんの1万円を取らずに他の人から例えば30人いて29万円取るか。そうです、この動画を見ていて、おっ、って注文しようと思ってたんだけどって思う人が、いや、これはやばい、やっぱりやばそうだからやめようって思ってくれれば、もうそれが10人20人いたらもう全然 OK ですよね。まあそれが一番の話ですよね。そのサイトに代引きで書いてあって、代引きを承知で買ってるんで、正圭さんは、ま、その件に関しては対策しようはないんですけれども、クレジットで買ってるのに代引きで届いたと、そういう場合は絶対に断ってください。二重取りですよね、それって。ほんとそうですよね。自分が家にいなくて家族が家にいて受け取ってしまったと。ああ、それはもう最悪ですね。本当に受け取らない、代引きは僕が払うから不在でいいよっていうふうに言っとかないとダメですね。そうなんですよ。だから、そんなの買ってないからどうでもいいやって思ってる人も、もしかしたらそういうのに引っかかる可能性が今後出てくるかもしれないので、家の人に、そう、絶対に言っといた方がいいんですよ。代引きの時はもう、言うから、あの、代引きで物買ったから、こう、お金置いとくからとか、勝手に払わないでくれと。自分が払ってないのに、家族が払っちゃったらもう最悪ですね。そうなんですよ。こっちでいくら、なんか、対策とか、気をつけようとか思ってても、そんなの知らないで家族が払っちゃったらもう、佐川に渡すだけだったらまだギリ、どうにか取り戻せることはあるんですけど、はい。佐川が、その詐欺業者に渡しちゃったらもうおしまいなんで。ああ。その前に、もし受け取っちゃったら。なるほど。開けちゃってもダメですもんね。でもきっとね、受け取って開けちゃったらダメなんでしょうね、僕みたいにね。かもしんないですね。でも一応あの、サイトに書いてあった話に見ると、はい、全然違うのが来たって分かってたっぽいんで。はい。だから開けたんじゃないですかね。なるほどね。僕も開けてやられたと思ったらすぐに佐川に電話をしてもよかったのかもしれないですね。そうですね。もしかしたらやってくれたかもしれないですね。いやー、こう冷静に考えるといろいろこうまだ対策はあったんですね。いや、言ってもだってこんなフィッシング詐欺みたいなのに引っかかるって思わないじゃないですか。
すいません、引っかかってしまいました、まさけです。まあ、最近、機械式時計にハマっていますので、やっぱり。動画、上げてますよね、いっぱいね。最近、中国製の時計多いです。あ、なんだっけ？トゥールビヨン？トゥールビヨン。トゥールビヨンはいいんですよね、あれね。そう、トゥールビヨンは中国から。中華時計も全然いいなっていう感じで安いし、もうものすごい、漁っちゃったんですよ。見漁っちゃったんですよ。いや、いいと思います。初心者にとっては、その、逆に扱いが難しいのかもしれないけど、でも手に入りやすいってことで。そうですね。いいのかなって思って、まあ、AMG さんを巻き込んだりしながら。はい。いっぱい買っちゃったんですよね。やっぱ AMG さんって結構 AMG 乗ってるだけあって、時計も、なんかいいの好きなんですよ。なんか雰囲気ありますよね。ありますよね、なんか。で、それで、やっぱ聞いてるうちに、全く興味のなかった、オメガとか、ロレックスとかに、なんか映っちゃうんですよね。いいものに。ロレックスの、なんとかいいよね、みたいな話になって、今それ手に入んないけど、特にロレックス高騰しちゃってるんで。はい。なんか近いの結構あるじゃんってなって、アマゾンに。ロレックスって書いてある、明らかなコピー品とかも売ってて、でもそれって絶対怪しいから、やばいっちゃっていう話で、文字盤のその、メーカー名が隠されてるものがあるんですよ。なんか、あるんですね。なんかそうですね。うまーく隠したって一瞬気づかないんですよね。だから全然、ロレックスじゃないけど、はい、側だけロレックスの、例えばデイトナそっくりだとか。はい。なんで、オマージュ品として2万4000いくら。ちょっと、ロレックスっぽいのしてみようということで、ポチったんですよ。ビリアム・テンプソさんも、いろいろやるのかな？はい。まあ、ポチったんですね。ポチって、プライムじゃなかったんで、すぐ届くわけじゃないっぽかったんですよ、どうやら。1ヶ月以上先みたいな。はい。放っておいたら、2日くらいでしたら、はい、家のものから荷物が届いたよと。結構、通販で物買うんで、はい、いちいちそんなのメッセージ来ないんですけど、うん、はい。代引きで届いたから払っといたよって。2万いくら払ってくれちゃったってやつですか？そうなんですよ。2万5千円近く。いや、代引きのものなんか買ってないよ。アマゾンでクレジットで払ってるし、それ以外のものをもう買ってなかったんです、その時。はい。明らかにおかしいんですよ。そう、20ドリですよね、それね。そうなりますよね。はい。確かにその、金額、まあ、正確に言うと24,990いくらだったんですけど。はい。その金額のものは確かに Amazon で買ってるけど、これはクレジットで払ってると言ったんですよ。家族の人困っちゃいますよね。いや、ほんとそうなんですよ。その時家にいなかったんで、伝票を写真で撮ってもらって、はい。で、佐川から届いたんで、それも。佐川に連絡をしてですね、伝票番号とか、こんなクレジットで払ったのに、代引きで届いたと。そういう、はい。胸を伝えて、対応してもらったんですよ。そうですよね。それは20ドリですもんね。はい。その、まさけいさんみたいに代引きで買ってるって言うんだったらまた別になっちゃうんですけど、クレジットで買ってるんで、はい。はい。したら、まあ、ちょっとこちらで対応しますって言われて、佐川に。で、はい。6時間後くらいかな。夕方、佐川から連絡が来て、担当者の方から連絡返ってきて、返金の対応するからと。で、その代引き分で送ったものを一回引き取る。ドライバーがお金は返金しますと。はい。で、一回商品引き取って、もう一回そのクレジットで買った分として送り返しますっていうことになったんですよ。なるほど。お金は返ってくることになったんですね。そうなんですよ。で、それがもうほんと代引きで支払って2時間後くらいに電話したんで、まだ向こうにお金が行ってなかったみたいなんで、スムーズにできたと思うんですよね。対応の速さですね。良かったですね。いや、ほんと良かったんですよ。またじゃあ、クレジットで払った分が近々来るんだろうなと楽しみにしてたら。はい。翌朝。見知らぬ番号から電話がかかってきたんですよ。7時半くらいですよ。電話出たんですよ。昨日の代引きの件で、配送してたドライバーなんですけど、佐川の人から電話が来たんですね。はい。ああ、すいません、昨日は申し訳ございませんって言って、したら、要件が、昨日その、
代引きで返品したものがまた代引きでそちらに送られてるんですけど。別の商品ですよね。で、どうやら回収したものは回収して別の箱が送られてきたんですよね、代引きで。多分そうなんですよね。な、でもにしちゃ早すぎるんでよくわかんないんですよ。翌朝、夕方にそれ返金して翌朝もう一回来てるんで、代引きで返品されたから送っ、あのもう一度送ったんではなくて、そもそも二つ買わせようとしてた可能性もあるってことですか。だって翌朝来なくないですか、返品して、夕方に返品して。そうですよね。おかしいじゃないですか。次の次の人だったらわかるんですよ、まだ。そうですね。佐川の人に、ちなみにそれ住所ってどちらになってますって聞いたんですよ。はい。どこですか。大田区、城南島。はい。4-8-1です。それは、私の01TR がというと先靴を送ってきたところと同じ住所ですよ。ということは、そこの住所から送られてくるもの、そこって時計も靴もいろんなものを、詐欺なものを送ろうとする業者の住所なんですね。まあそういうことになりますよね。で、さっき言ったその調べてみたら、ここはその変なものが送られてくるっていうのがいっぱいありましたし、やっぱりその大田区城南島のこの住所から送られてきたものは受け取ってはいけないっていうことだし、お金は払っちゃいけないっていうことになるんですかね。なりますね、一番の結論はね。はい、はい、でも偶然とはいえ同じところから我々騎士団含めもしかしたらこの動画を見て、あ、俺もだっていう人はいっぱいいるかもしれないですね。そうですね、騎士団以外でも。でも怪しいのはやはりそのクレジットカードとかは使えないっていうのはあるみたいですね。代引きだけっていうのは一番怪しいみたいですね。やっぱりアマゾンとかでコピー品が結構出てるのを見ると、説明欄にクレジットでまず最初の500円だけ払って、で残りの25,000円くらいは代引きで送りますっていう文言が書いてあるんですよ。そんなのあるんですか。あるんですよ。だから500円はクレジットで払ってもらって、残りの25,000円の人になったら24,500円は代引きで届きますと。怪しさ満点ですね、それは。そこが一つの、騙されない見抜くポイントですね。クレジット使えない、代引きオンリー、そういうところで、かつ、何か中国から来てるような感じは危険ですね。僕らが今話していることが、こう、これを聞いてる人に、みんなが、お、怖いんだって伝わって、そう、払っちゃいけないように対策しとくってことが、まあ、少しでも、こう、僕らが受けたことに対する教訓としてこう伝わればいいですね。まあそうですね。もう、マサケイさんに関しては、お金払っちゃってますから。いや、私も今、この話を聞いて思うのは、やはり開けて、中が違うって分かった時点で、すぐに佐川に電話をして、違うものが送られてきたからっていう話をすれば、お金が返ってきたかもしれないですね。まあそうですね。開けてすぐなら。やっぱり慌てないで冷静にこう対処法を最初から分かっていれば、多分お金は返ってきた可能性が大きいかなって今思いましたね。でもクレジットで買ったのに代引きで送ってくる、しかも繰り返したら翌日来るっていう、また代引きで送られてくるっていうのは本当怖いですね。ちょっとおかしすぎますよね、さすがに。謎ですね、ある意味。なんでそんなすぐに。そうなんですよ。だからどうやってやってんだろうって。でそれも聞いたんですよ、佐川の人に。代引きで来た商品の返送は、もう大田区の方にできてると。はい。クレジットで払ってこっち来るってやつは、来てますか、はい、って聞いたら、来てないって言うんですよ、はい。で、その後、なんか勝手にキャンセルされて、アマゾンが。で、もう取引終了みたいな、勝手に。怖いなぁ。そう、だから、キャンセルだからまあ、お金はこっち戻っては来てるんですけど、代引きももちろん、クレジットの分も。
はい。いや、何がしたいんだろうって、そんなことする方が手間じゃんと。そうですね。だったら、もっと、ねえ、まあ、だったらですよ。だったら、コピー品をちゃんと普通に送ってきて、コピー品は買っちゃいけないですけど。そうだ。向こうもでも手間じゃないですか。こんな変装だとかなって、向こうが払ってるんですよ、全部。郵送代。そんなの、はい、向こうが一番赤字じゃんっていう。いや、他の騙した人たちの利益があるから、きっと。いや、だから、相当騙されていると思うんですけど。私もそうですが。で、そう、意外とアマゾンで、はい、プライムで出てることもあるんですよ、はい。コピー品が。買ったやつはプライムじゃなくて、はい。なんかもうわけわかんない中国語みたいな名前のお店だったんですよ。発送元も販売元も。怪しいですね。もう完全に怪しいんですけど、でもね、中華時計買ってるんで、それ当然じゃないですか、実際。そうですね。だからまあ、それは普通なのかなと思って、でも、うん、プライムでもあるんですよ。発送元はアマゾンで、販売元はもうわけわかんない名前のとこで。プライムはでも、偽物をまず売っちゃいけないし、もし何かあったとしてもプライムだったら返金は比較的楽にしてもらえそうですよね。どういうやり方かわかんないんですけど、おそらく評価とかを先につけるために、別の時計とか別のものをまず販売してプライム。はい。で、ある程度ついてきたら、差し替える。偽物に商品を差し替えて評価を、いい評価をそのまま使ってってやつですね。そうですね。おそらくあの手口としてはそんな感じで、だから偽物も Amazon プライムで発送できると。でも Amazon もね、だいぶこれで信用落としちゃいますよね。そんなことしてればね。いや、正直、まあ、そう、靴で偽物ってのはほぼ聞いたことない、なかったんですけど、時計はやっぱ偽物で有名じゃないですか、はい。そうですね。時計から靴とか他のものにだんだん、その範囲を広げてるんでしょうね。まあ同じところから送られてますから。はい。おそらくそうですよね。そういうふうにいろんな範囲を広げてるんですよね。いろんな偽物がジャンル別に積み上がってるんでしょうね。その倉庫の中に。ちゃんと 24.5 の欄とかもあるんでしょうね。25の、偽物の靴とか、まあ偽物というか、そもそも物が、全然違う25とか黒とかブラウンもあるかもしれないです。そういうとこちゃんとしてると思うとなんかちょっと滑稽ですよね。そう、何の靴を買っても、その靴が送られてくる。サイズと色と合わせて。でもどうなんですかね、ま、かはい。クロケットはキャベンディッシュなんで、ローファーなんですよ、はい。ローファーは全部ローファーなんじゃないですか。ちゃんと来るんですかね。わからない。ウィングチップの偽物とかがあったら笑って、ウィングチップとストレートチップとって。モンクストラップもあったら笑っちゃいますね。もう靴屋じゃないですか、ただの。多分そんなないんでしょうけどもね、きっとね。もしかしたら本当一種類で、もう結局ローファーだろうが、ストレートチップだろうが同じようなものが送られてきて終わりかもしれないですね。まあメーカーも書いてないですし、そのコピー品とかでもないから。そうですね。写真送りましたけど、なんか変なわけのわからない型番が書いてあって、メーカーも何も書いてないですからね。伝票に中国から送られてきたらしいんですけど、その伝票に一つだけ R から始まる何か番号があったんで、そこしか R はないじゃないかって。マサキエさんの話は以上なんですけれども、こちらがね、マサキエさんからお荷物が届いております。いや、すごい大きめな箱だけどね。なんだろう、これ鉛筆削りってなんだろう。鉛筆削り、こんなでっかい鉛筆削りあるのかな。この中にその偽物というか詐欺商品が入っているという話ですね。せっかくだからね、送りますよということで、臨場感を持たせるためにこの実物を用意してくださった。わざわざ、ね、また鉛筆削りって書いてある。相当これ鉛筆削り必要だったんだもんね。一番上の箱はまず何が入ってるのか、ちょっとね、2つ入ってるんだよ。はい、ちょっと、はい、すごい苦労しました、取り出すのに。これともう一つ下の段のやつですね。お、これは
わかるぞ、なんかちっちゃいぞ、確かに。一回りちっちゃい。本当に普通の靴箱より、軽い。絶対こっちに違うよね。重さが違うもん、全然。なんか、スカっていう感じ。はい、どうぞって言われて持たされた時に、軽すぎて腰が抜かしちゃうみたいな。抜かせはしないけど、わってなるっていう。これがね、例の、グレーの梱包はもう外しちゃったから、ちょっとグレーにね、近いもので多分梱包し直してくれたんだと思うんだけど。芸が細かいな。どうしよう、これすごいちゃんと、しかもちゃんとこんな、梱包してある。ほんと芸が細かいな、まさけさん。で、こちらが、さっき言ってた、ね、赤い箱、赤とグレーの箱。ちゃんとした本物のリーガル。こちらですね。まあ、これがね、04なんとかっていうやつで、うん、全然ね、箱の重さが違うよね。で、確かになんか、ちょっとちっちゃいね、言われてみると。なんかものすごいちっちゃいかっていうわけでもないんだけど、なんか気持ちちっちゃいよね。横幅はどうなんだろう？意外と横幅は同じくらいなのかな？なんかでも気持ち、高さがないような感じ。色味が、不透明なビニールに入ってて。家族に何買ったの一体みたいなね、誤解されそうなね、感じなんですけれども。まあ、こちら。あ、本当に真っ黒だね。すごい真っ黒。真っ黒だし、見てこれ。箱の、箱の質悪っ。いや、こんなにシワシワなんない普通。すごくない？箱の質が。なんだろうこの番号。245って何？あ、24.5 か。これなんだろう ?520 の7ってなんだろう。黒色はわかるけど。でも絶対中国語だよね、文字が。さあでは、開けてみましょうか。うわ。あ、これね。これね。そう、これこれほら、不透明でしょ？こういう袋よ。ほら、なんか見せてくれたんだよね、わざわざ、なんとなく。色を、梱包の。なんかすごい、薬品みたいな。なんだこれ。なんかすごい懐かしい匂いする。なんかね、タンスの中の匂いみたいな感じ。タンスの中みたいな匂いする。でね、皆さん、こちらが、まさけいさんの、とこに届いたものの住所。全く同じでしょ？株式会社 BEI。大田区城南島 4-8-1。全く一緒なんですよ。ここから届くんですよ。で、これが代引きのあれかな？金額かな？こんな感じですね。まあ、ちょっと、書いちゃったんでいっぱい隠しながらやってんだけど、実際に、この白い梱包を開けてみ、軽っ！マジで軽い！マジで軽いな、これ。さ、どんなだろう。あらららら。ダサいね。なんだこれ。やばいくらいダサいぞ。ほんとだ。これはエナメルなの？ガラスなの？っていう感じだわ。なんかね、いや、ガラスだとは思う。一応ね、一応ガラスの部類なんだろうと思うんだけど、なんかちょっと、ピンとこないような位置にある。しかもなんかさ、よくわかんない。村があるんだけど。ほら、なにこれ。村があるよ。何の村？しかもこれ、ソール柔らけ。なにこれ。あっという間に減りそう。逆にさ、これいくらなんだろう元の値段は。うわぁ、なんか発泡スチロールなんだこれしかも。うわうわぁ、すげぇ取れるなんかこれ。やだね、発泡スチロールは。発泡、中が発泡スチロールってあり得る？まだ紙ぐちゃぐちゃに巻いてる方がいいよね。紐もね、だいぶ、安い紐使ってるね、これ。100均とかで売ってるやつよりひどいね、この紐は。中もなんか、何も書いてない。リーガルですらない。中が。しかもさ、これ、狭くね？足首狭く、ダッサいね。何度見てもダサいね、これは。いや、すごいダサいね。ちなみに靴のクオリティとしては、まあ、もちろん低いのは当然なんだけど、ラストがまずね、よくこれ、左右作ったなーって思うくらい。ひどい。左右作れるんだって感心するくらいひどい。いや、難しいと思うんだけど、左右作るって意外と。でも、ヒールがもうふにゃふにゃ。カウンターが。踏む前提みたいな。で、つま先もね、こんなブヨブヨしちゃってる。こんなの歩いたらさ、芯入ってなくねこれ。入ってないよ、これ。ね、踏まれたりしたのが大変だよ。うわぁ、ひどいな。これ、ダサいよ。超えてるね。もうすべてにおいてダメ。
しかもよく見ると内バネ式じゃないしね、ちょっと。ほら。内バネ式じゃないんだ、どっちかっていうと。これが外側についてるの、このパーツが。だからこれなんだろう、ちょっと不思議なデザイン見たことない。さあではね、こっちの、ちゃんとしたリーガルの、DRCD シリーズの一応、つながりなんですよね。この04なんとかっていうのは。ただ DR として見ていいという話で。ちょっと私これ見るの初めてなんだけど。あ、ほんとだ。DR だ。ね。あ、なにこれ。すげえ綺麗じゃん。すごい綺麗だよ。すごくない？ DR シリーズってこんな綺麗だったっけ？これなんだっけ、ちなみに。本当の名前なんて言うか忘れちゃった。04MR か。04MR。で、サイズも 24.5 の B なんだね。これはいくつだっけ？ E とかないんだ、それ。Wiz は。24.5。一応同じサイズね。これがね、内バネ式で、ストレートジップ。で、まあそういうタイプ。他は全部同じだね。まあ黒じゃないけど。茶色がいい色だね、これ。なかなか。高級ビスポークシューズって言われてもわかんないくらいかっこいいな、これ。マジでかっこいいな、これ。え、すごい良くない？これ。本当にビスポークってもわかんない。すごいね、本当に。ほら。これ、え、何これ、マジでこれ4万円ほんで、ソールがね、ベベルドウエスト。キュッとしてて、引き体が書いてあって、ヤハズ。そして、あのねのカーフ。ベガのカーフって言うんだっけ？使ってるんですけど、出し縫いとか見えないでしょ。まあ、これは、伏せ縫いしてるんだけど、こっちはさ、出ちゃってるもんね、もう。で、当然、ヤハズコバじゃないし、もうね、もう、月とすっぽんどころじゃないね。なんだろうね。もう、なんだろうね。並べちゃっていいのかな、これ。サイズが全然違くないのか、私もね、ちょっとちっちゃいなと思ったんだけど、なんかサイズ違うよね、これ。ほら。こんな違うよ。これ同じだからね。かかとの位置。こんなに違う？正直履ける気がしないよ、これ。私もね、実は 24.5 の DRCD、03DRCD 持ってたんだけど、普通にそれはぴったりだったんですけど、これ履ける気がしないよ。ねえ。で、中もね、当然リーガルは、リーガルって書いたんだけど、これはもう何にもないから。しかも、狭すぎて見えないっていうね、この履き口が。そんな感じでですね、今、こういう詐欺が横行してるようなので、まあ、皆さんもね、安いものに惹かれて買ってしまったり、まあ、そんな気なくても、たまたま買おうとしていたものが、代引きオンリーだった場合は、絶対に疑った方がいい。で、あとね、文面に、まるで日本っぽいのに、フォントがね、中国語になってる場合があるから、その場合はもう、マジでやめた方がいい。中国って歌ってて、中国語フォントがちょっと混ざっちゃってるようなやつは、まあ、しょうがないかもしれないけど、まあ、噂によるとなんですけど、今年2022年、まあ、あるね、集団が刑期を終えて出所するという話があるんですよね。まあ、だから、もしかしたら、これが前兆でもっとバーンと詐欺が増えるかもしれませんので、フィッシングなのかな？マサケイさん引っかかったのはね、広告だけど、だけではなく、いろんなことに気をつけておいてください。だから家の人にはね、これ伝えといた方がいいです。自分がいくら対策してようと、家の人が引っかかっちゃうことが、多いと思いますので、そういう場合ってなんか、まあ、私とね、まさけいさんのこの経験を踏まえて、皆様は引っかからないようにお気をつけください。ということで、以上です。それでは。